急コース、デーピョン、ファスンオッレ。デーピョンからファスンまで続く急コースの案内を始めます。急コースは全長 6.7km で約3時間から4時間くらいかかります。難易度は上にあたります。まず、急コースの主要地点を紹介します。デーピョンポグから始まり、モルジル、パクスギジョン、ボルレナンの道、ボンスデー、ウォルラボン、ジンチ洞窟、 オルレン磯の頂上ジンモルドン山チャギナム林道ポクナ南休憩所海岸警察署を通ってファスンにあるクムモル海水浴場で急コースが終わりますコースの距離は他のコースの半分くらいで短いですがオルラボンに登る道が結構厳しいです特にパクスギジョンとオルラボンは森が鬱蒼そうとしているので午後3時以降には入らないように 出発時間を必ずご確認くださいコースの距離は他のコースの半分くらいで短いですがウォルラボンに登る道が結構厳しいです特にパクスギジョンとウォルラボンは森が薄そうとしているので午後3時以降には入らないように出発時間を必ずご確認ください急コースのスタート地点であるデーピョンポグに着いたら芝がきれいに刈られた土地のような絶壁の パクスギジョンに視線を奪われれるかもしれませんパクスは氷炭で飲む湧き水という意味でギジョンはチェジュの言葉で崖という意味です2つの言葉が合わさってパクスギジョン崖の下から年中湧き出る水を氷炭ですくって飲んだという意味でパクスギジョンと名付けられましたまた別名では中条摂理が 屏風のように並んでいるということで屏風基準とも言われています旧コースはスタートから岩だらけの区間が続きます自然にできた鶴製植物の森の中でちょうど人一人が通れる幅で作った狭い道はトンネルのように見えますまるで秘密の森に入るような気分になれます少々汗を流してこの短い区間を過ぎると広い野原が見え まもなくパクスギジョン頂上の休憩所が現れますパクスギジョンの頂上から見下ろす平坦で長い野原の風景をゆっくりと楽しんでください頂上では母体寺という意味のボルナレンの道を過ぎるとウォルラボンの登り道が始まりますこちらでは左側には海や農作物を植えている農地が見え日本植民地時代に掘られた 陣地洞窟が所々で見えますずっと飽きることのない多彩な風景が広がりますウォルラボンはオルムの中で比較的高い丘でして歩いていたら息が切れるかもしれません風景を楽しまず歩くことだけに夢中になるとこの区間では辛い記憶しか残らないのでゆっくりのんびりと風景を楽しんで休憩を挟みながらウォルラボンに登ってくださいウォルラボンから降りる時になるとにな どこからか水の音が涼しげに聞こえてきますそれは安徳渓谷の滝の音です皆さん足取りを応援してくれる音楽に聞こえるかもしれませんねしばらくすると渓谷の水が海につながるファンゲチョンの川に着きますファンゲチョンは春になると菜の花で周りが真っ黄色に染まるところですそれと安徳渓谷のすぐ近くまでオンレコースがあるわけではありませんが 水の音が聞こえたらウッドデッキで作られた道に沿ってオルラボンにある安ク渓谷に行ってみてはいかがでしょうか安ク渓谷は渓谷全体が天然義天物に指定されているほど自然の雄大さを肌で感じることができるところですチェジュではモミジ狩りがあまりできませんが秋の安ク渓谷はモミジで綺麗に染まるくらい美しいところです安ク渓谷とファンゲチョンの川を過ぎると 静かなファスンの村が待っていますあ、一つ覚えていただきたいことは急コースを始めるときはゴール地点までお店や食堂がないのでお腹が空くときに備えおやつなどを準備してところどころできれいな風景が見えるベンチに座りエネルギーを補充するといいかもしれません。または軽装で歩きたい方はスタート地点からゴール地点まで空腹で歩き ファスンクムモレ海水浴場の近くの食堂で美味しい食事をしてもいいと思います。そしてチェジュオルレのスタンプを押すところが気になりませんかスタート地点であるデイピョーポクト中間地点のチャンゴチョンの橋そしてゴール地点のファスンクムモレ海水浴場にあります。